松山美味しいもの巡り、中華そばつけ麺はじめの紹介をしていきます。妖精さん、またつけ麺の食べ方こだわって。麺、だし、水、つけて食べる、してあれ麺、麺、これは麺がいいってことね。つけだしもかけるにいっちゃってるわ。富士グラン1階にあるお店になります。自慢の中太麺は西条市にあるスープパティ製麺所のものを使っています。いつ訪れても麺類すべて大盛りまで無料で提供してくれますよ。嬉しいサービスですよね。まずはメンマやチャーシューものが乗ったおつまみのものからいただきました。このおつまみの類美味しいんですよね。メンマが太いのが特徴です。それがつけ麺にも入ってきます。提案としては、まずは特製の麺を数本端に取り、チュルチュルっと喉に流し込んで、さやかん残しを楽しんでみてください。それがとっても美味しかったので2本食べてしまいました。そして出汁を妖精さん吸いましたけれども、これがとっても美味しいんですよね。漬け汁に浸し、つるつるっと食べ進めました。そして最後まで楽しみ、麺を食べ終わったら和出汁をつけて、漬け汁を加えてお好みのご飯スープを割り、あったかいスープを楽しみます。なんといってももう口の中でこのつけ麺の幸せさが伝わってきましたよ。何度も行きたくなるお店になります。今回はランパスでいただきましたが、他にも塩つけ麺や混ぜそばなどもありますよ。